康と命を守るお仕事なので、うん、スタッフ全員が責任感を持って関わらなきゃいけないけど子どもたちには楽しく過ごしてほしいっていう、うん、その両立ってやっぱり難しいなって思いました、うん、子どもたちが眠ったら午睡チェック表で0歳は1分おき、12歳は15分おきに体の向きと呼吸の有無とっていうのをチェックしています。ずっと目が離せないの でお部屋も暗すぎてはいけないとか、横向きにしてても仰向けにしてくださいっていうような指導もされまして、全てデータがそのまま出力されるので、その点でいいなって思ったのと、ついうっかりこう5分経ってしまうような時に知らせてもらえるとすごくいいなと思います。目だけで気づけない部分に気づいてもらえるのがあるので、その安心して見守りができるなっていう声が聞こえてます。どうしても子どもたちの安全を守る上で必然的にやらなければいけない事務仕事というのが多いので、そういう作業がなくなりはしないんですけど、簡略化できて、もっと子どもたちに関わる時間を長く持てたらいいなという。